ビデオにちょっといたんですけど、まあ後で気
ですけど、まあちょっとこれまずいなと思ったんです。で、これは何かというと、このまま教員養成課程のプログラムみんなこう、なんだ、単位取って卒業して先生になってくるじゃないですか。ところがその単位を満たしても先生に必要な能力がつかないんですよ。これ大問題じゃないですか。これ大問題じゃないですか。言っちゃっていいのかなって感じですけどね。で、じゃあその先生に必要なものって何だと思いますっていうことなんですけど、まあ、一応ね、文科省これ上の方だからね、まだここまで実践のところまで来てないっていう話があって、それが3つあるんですよ。3つあるっていうんですよ。何だと思います？一つコミュニケーション能力ですか。まあ、コミュニケーションは例えばコメントして、ね、人から何か聞かれた時にどう返すか、まあ、その話ですね。でその前に皆さんコメントしましたけど、表現する力が必要なんですよ。誰に聞くか、誰に伝えるためにその言葉を選ぶかってやつなんですけど、正しい答えはみんなググったら知ってるんだよ。でしょ。じゃあコピペすればいいじゃないですか。そんなのパッなんなんてやったことないとは思いますけど、レポートでね、別にね、正しい答えを書きなさいっていうレポートだったらコピペすればいい話なんですよ。ググればいい話じゃないですか。でそんな先生に価値ありますかって感じです。正しい答えを知ってるだけなんですよ。だけどその例えばある自分が伝えない人がいて、その人に伝わる表現を選ぶっていうのは、そうあなたにしかできないことじゃないといけないわけですね。そうじゃないと先生の価値ないわけです。じゃあそういう表現どうやって作るかって話です。なんかちょっと思い出しました。もう一つ言ってました。表現っていうことを言ってました。表現するために何が必要ですか。例えばあこの人たちは将来先生になりたいんだろうな、そう思って勉強してるんだろうなって、これは推論試験ですね。それでまだ1年生だと、1年生でまだ2、3ヶ月しか経ってないから、そんなに擦れてもいない、そこそこやる気持ちが皆さんあるというところを推測してものを投げるんです。そうしないと、で状態によってですね、もう例えばもう完全に擦れてもうなんだよってなって車に構えてる人には、その人なりの言い方をしないと切り替えられるんですよ。で、分かるんですけど、だから相手によって全然表現違うし、コミュニケーションの取り方も距離もいきなり詰めたり詰めていいのか、ちょっと遠くから寄っていくのか考えないじゃないですか、ね、でそれはその3つの能力がものすごい重要なんですよね。答えをググれば分かるですよね。でそれをつけた方がいいんじゃないかなと思ったんで、じゃあ何書いてもいいですよ。でも、だからもう簡単な話なんで誰でもできるようなことしかしないんですよ。なんですけど、で誰に何を伝えるためにその表現を選ぶのか、その自分だけに表現をするんです。じゃあだから自分の目でこれから実験するんですけど、メモリ読むだけですよ。誰でもできる話だけど、自分はこういう状態の時でこういうメンバーと一緒になってこのメモリを読んだ時に何を感じたのか、意外だったのか予想通りだったのか、まあいろいろあります。でそういうことが全部表現に書いてくるはずなん で皆さんコメントを見てると同じコメントしてるって一人もないじゃないですか。で表現の違いってすごい大事で、その違うってことが価値なんで、それを今日のレポートも出してほしいんです。でそれを書きさえすれば、書きさえすればですか、中身が合ってるか合ってないかみたいなねことは僕は問わないので、今日無事書き終わったら、書き終わったらですね、写メに撮って、カシャって。で、ご自分の Facebook のボールに投稿して、マジか。まず最初のいいねが僕からいきますから。いいね。いいじゃないですか。で、学生に。っていう流れになりますんで。じゃあね、今日は、正しいか間違いかみたいなこと気にしないでください。だけど、これ何の意味があってやってるのかとか、これ自分はどう今どう感じてるかっていうのをよくよく考えてほしいんですね。それは絶対レポートの表現に入っ
についてはよくよく記憶してほしいんですよ。で感じたことってなかなか記憶できないんで自分では頭の中で。わかります？テスト勉強で感じたことは覚えないじゃないですか。でも答えは覚えるけど感じたことってなかなか記憶できないので、それを記憶するために今日のレポートを書くと思うんですよ。ということでそんな調子で3週間ほどやりますけど、まあだから難易度で言ったら難しいことは何もないんで、なんか今日は意外だったなっていうことをできるだけ増やすように自分で動いてほしいなと思っております。ということでですね、今日はじゃあ早速なんですけど、何をやるかと言いますと、ここにですね、大気を測る気温、湿度、風、あと何があるんですか。湿度の次、ああなるほど、日照ですね。ああいいですね。日照でも今日は分かりません、めんどくさいんで。まあでも雲がどれぐらいあるかとかね、それがでも日照みたいなんですね。あとは何がありますか。今そういうのついてますか。気圧、気圧ですよ。してるの知ってる人います。どれぐらいやばいか知ってる人知ってます。例えばですね、普通に授業、気象学の授業ってやっても
みんなが関心を持ってくれないと長く悩んで先生がいます。だとしてください、自分が、ね、さあ、とにかく痛いと思われてもいいよ。みんなの関心を引きたいわかりますよ。そこで、名前を付けたい。世界一と何々な何とかプログラム、ここに何がいるっていう話なんですけど、ちょっと全員立ちましょうか。自分はコロナだったら聞きたいな、何でもいいですよ、ね、昨日も30人30通り出ましたね。甘く美しいです。盛り上がってきましたね。
死にたいよ。もうすぐ死にたいよ。今から面白いこと言うの。それでね、
そして皆さん 何人ですか？50人ぐらいですか？30人ちょっと、多分ですね、7、8人で1グループってなるんですけど、どうしようか。はい、それでじゃあ今から分けますね、グループ、はい、これ10人だ。ここまで10人。じゃあ渡辺と Yeah.
Thank you.